今や国民的アニメになった鬼滅の刃。その主題歌、グレンゲを歌い大ブレイクを果たしたシンガーソングライターの、それまでいわゆるアニソン歌手としてアニメファンには知られた存在でしたが、この曲で一気に全国区のアーティストになりました。その勢いのままリリースした鬼滅の劇場版主題歌エンで日本レコード大賞大賞を受賞。史上初のレコ大アニソン歌手になったんです。上記者だが高島王子、飛ぶ鳥を落とす勢いだった彼女がまさかの事態に見舞われた。文春オンラインが夫の不倫を報じたのだ。の夫は人気声優鈴木達久。二人が結婚したのは20年1月ですから、まだ2年と経っていない。それなのに、さんが全国ツアーに出かけている不在期間を狙って20代の女性を自宅に連れ込んだというんですから。しかも、その不倫相手に出演作品の解禁全情報を漏らすという業界のタブーまで犯していた、と。ちょっと救いようのないゲス不倫です、どう、上記者。これにはファンはもとより、アニメファンも一斉大激怒。認めず謝罪もせず逃げてるのクソ腹立つ、ありえないし、人として終わってる。ところが、加害者であるはずの鈴木は体調不良を理由に休業宣言。会見やファンへの説明も一切ないまま、雲隠れしてしまったのだ。二人の関係をよく知る音楽関係者は、こうため息をつく。衝撃的な噂がマスコミを駆け巡り、どうやらに達久の過去の余罪までバレてしまったみたいなんです。マスコミとの追及をかわすために達久が自分のスマホの全データを消しちゃったんだって。でもそれが逆に不実の証拠になっちゃって、それで事務所と協議の上で急遽休業に、さらに現在、雲隠れの理由について衝撃的な噂も飛び交っている。前出の記者が声を潜める。鈴木さんが自殺未遂をしたという情報が警察関係者から漏れ伝わってきたんです。紙だけでなく、大手一般紙の記者までも一斉に裏取りに動いたんですが、真相は分からず。ただ、火のないところに煙は立たない、ですからね。週刊女性は、鈴木の所属事務所に自殺未遂の審議について尋ねてみたが、発表の通り、体調不良でございます。症状につきましてはに関わりますので回答を控えさせていただきます、とだけ。一方、タレ妻になってしまったも全国ツアーをキャンセルして休業することに。ファンからは心配の声が上がっている。は、浮気男だけは絶対に無理、と言っていましたからね。彼女、達久と結婚する前にミュージシャンと付き合っていたことがあったんだけど、この彼氏も相当なイケメンで浮気癖がひどかった。修羅場ばかりで疲れ果てて、もうゴリゴリってこぼしてた。苦い記憶がフラッシュバックしちゃったのか、前出音楽関係者、縁は豪華となるのか。